SIM カード、マイクロ SD メモリカードを取り付ける方法をご説明します。取り付けを行う前に必ず端末の電源をオフにしてください。また充電器や外部接続端子からのケーブルやコードを取り外してください。 SIM カードが挿入されていない状態では電話、メールの送受信、モバイル通信等の操作は行うことができません。ご注意ください。ディスプレイを上にした状態で取り付けを行います。挿入口は本体左側です。 SIM 取り出し用ピンが同梱されていますのでお手元にご用意ください。トレイの穴にピンを差し込みます。出てきたトレイを引き出します。取り出したトレイの奥がSIM カードスロット、手前がマイクロ SD メモリカードスロットです。 SIM カードは金属部分を下にし、トレイの切り欠き方向に合わせるように乗せます。マイクロ SD メモリカードは金属部分を下にしてトレイにはめます。トレイの保持用突起を押さえつつ奥へゆっくり押し込みます。必ず SIM カード、マイクロ SD メモリカードをトレイに正しく取り付けた上で本体に挿入してください。これで取り付け完了です。